ビッサリオン、イバーノビチ・ジュガシビリは、ソビエト連邦の政治家、ヨシフ・スターリンの父親である。青年月日の詳細な情報は不明。ボッツ日は8月25日とされる。ロシア帝国、チフリス県で、ゴリの北にあるジジジロという小さな村にいて、ザザ・ジュガシビリの孫息子として、聖教徒のロードの一家に生まれる。彼の父は、村で、グルジア人のブドウ畑の手入れをしていた。 ビッサリオンには、ゲオルギーという兄弟がいたが、彼は、血の毛が多く、酒に酔った上での喧嘩で死殺された。ビッサリオンの先祖は、ディアフビスダニの山の集落に住み、好戦的な封建領主であるアサチアニ公に、隷属していた。祖,祖父であるザザジュガシビリは、農民運動に参加して逮捕されて投獄されるも、脱走して、反乱を起こし、再び逮捕されるも再度脱走。 その後は、飛びリ市の近くにあるジジジロ村に移って、同地で結婚した。アーソシビリ一家によれば、ビッサリオンは、税金の3ルーブルを払う余裕がなく、グルジアで仕事を探していた。グルジアのテラビにあるビッサリオンジュガシビリの墓ジュガシビリは、ゴリのクルームベガシビリの家で生活した。ジュガシビリはここで、靴直しの仕事を手に入れ、アデリハーノフの加工場で働く。 1872年5月30日に、エカテリーナ・ゲラーゼと結婚する。なお、彼ら夫婦の戸籍には、1874年5月17日に、結婚。夫は一時的にゴリ居住のノードビッサリオン、イワノビチ・ジュガシビリ、聖教と、初婚、24歳。妻はゴリ居住のノードグラフ・ゲラーゼの娘、エカテリーナ、聖教と、初婚、16歳とあるため、 彼らの結婚の月日に関しては資料によって複数の食い違いがある。ビッサリオンは色黒で中世の痩せギスで額は狭く口ひげと顎ひげを生やした男であった。酒を飲むと酔いが早く回り怒りっぽくなった。結婚後最初にミハイル・ゲオルギーという二人の子供を設けるも乳児の段階で死んだ。1878年12月18日。 三人目の男児としてヨシフが生まれる。ジュガシビリは、ついに自分の仕事の作業場を開いた。彼の仕事は繁盛し、家族と共に幸せに暮らした。しかしながら、間もなく、ジュガシビリは深刻なアルコール使用障害に陥り、若い妻と幼い息子のヨシフに対して、暴力的になり、虐待するようになる。妻のエカテリーナは、息子のヨシフを死災に従っていた。 S, s ゴグリツィゼの回想によると、ビスタリオンは、妻のエカテリーナに対して、お前は息子を不主教にしたいというのか。お前が生きている間はそんなことにはならんだろうな。俺は、靴職人だ。息子も靴職人になるさと言っていたという。ジュガシビリは、息子のヨシフに、自分の後を継いで、靴職人になって欲しかったにもかかわらず。 妻のエカテリーナはヨシフを聖教会の聖職者学校に入学させて教育を受けさせた。これに激怒した大酒飲みのジュガシビリは地元の酒場を破壊し村の警察長官を非難した。これによりジュガシビリはゴリから強制退去させられることになる。彼は妻と息子をゴリへ残し飛びりシに加工場を見つけてそこへ移住した。息子のヨシフが 聖教会の神学校に入学したとき、ジュガシビリはヨシフを退学させる代わりに屈職の技術を教えようと試みるも失敗に終わる。ヨシフが神学校を除名された後に、ジュガシビリは息子との対面を果たす。これが父と子の最後の対面となる。父が呼び寄せたヨシフは、父が働いていたトビリ氏の工場でストライキの組織化を試みた。ジュガシビリは、 息子に、お前は、商売を学ぶべきだったと軽蔑して告げた。1909年8月25日、ビッサリオンジュガシビリは、大腸炎と肺炎による肺結核を患い、トビリシのミハイロフスキー病院で死亡した。死後は、グルジアのテラビに埋葬された。ありがとうございます。